今一番本当に笑顔で今日迎えられてすごく嬉しいです。本当に今日はありがとうございます。だからみんな何でも聞いて書いてください。稲は海ならではの、撮影現場での楽しいエピソード、あるいは辛いエピソードなどありましたでしょうか。カットがかかった時に監督にうっとりですって言われるようにこれからも頑張ろうと思いました。でも手のアップロード、ね、こう言ってますけど結構連発させてますからね。私も結構いろんなあの濡れ場のシーンとかやらせていただいてますけど、沢尻さんはすごい度胸があって、私はテストでは脱がないのになってめんどくさいなと思っちゃって、まだ期待するのがラテン系なんだよね。あ、いや、あの半分本当にラテンなんで、ね、まあでもそのね、見せてるバージョンと見せてないバージョン2パターン撮ってるのも気の毒だなと思ってるんだけど、なんか多分なんか大人の事情でめんどくさい話に R してと か、 そ、ね、なんか そこら辺にプロデューサーいるけどなんかめんどくさい話があってなんか見せ OK と か、 なんかそのもうちょっと隠してみたいな、ね、大人の事情だからこっちじゃないんだけどね監督でも、うん、まあ罵声浴びせられこう濡れ場をしたわけですよね。で2回目サージーさんと会ったら次はものすごく優しくこう僕はこうなんていうんですかリードされるわけですよ。でまた濡れ場なんですけどもうなんか戸惑っちゃいますよね、いろんなことが。もう私はすごいこんな豪華なキャストの皆さんの中でやることにすごく緊張してしまって結構いつも固まっちゃってたんですけど、今度あの実は映画撮るんだけど新井くんにぴったしの役があるからぜひって言われて台本読んだらゲイの役だったんで、やっぱちょっと他の人と感性が違うんだなってすごいその時思いました。はい、蜷川さんってこう監督でもあるんだけど本当に蜷川美香さんとして人間としてこう距離感を取ってくださるので、あ、なんか素敵だなと思って現場にいます。今日で終わるのが残念だなと思いながら、まあ、映画のプロデューサーですから、まあ、深い関係に、はい、誰かモデルはいるんですか。自分ですか、はい、モデルですか。いないですよ、なんか思い切ってやってくださいって言われますね、どこまで思い切ってやればいいんだろう、そういう言っちゃってくださいとか言っちゃってくださいというワシワシって言ってくださいとかいろいろ言いました、ちょっとやりすぎちゃってね全然です。頭バンバンぶつけてましたけどバッチリでした。今日なんか隣のスタジオで踊る大捜査線やってましたけども、もう比べ物にならないぐらい素晴らしい現場だったんで本当に皆さんも楽しみにしてください。リリコももうリリコでずっといてくれるんで、私はすこぶるやりよく、そして緩むことがないので、やっぱりエステはあそこのとかがいいわよねみたいな話を現場で飛び交ってないので、私はすこぶる気に入った現場です。いいやつですよ本当、そろそろ分かってあげて原作ではかなり過激なところもあったんですけど、この映画ではどういうふうに表現されてますか。まずこの原作をやるでリリコってどういう子だろうって考えていったらば、服を着てる方が不自然であるシーンもたくさんあるので、そんな過激云々っていうこと、まあ、作品がもうそもそも過激じゃないですか、うん、もうそれをやる時点でもうそれはもう私も美香さんも腹くくって分かっていることなんで、その質問自体おかしいですよ出た、いや、そうだし、私はリリコ本当に原作に本当にリスペクトがあります。でこの役に本当にすごくリスペクトがあるし、それを私も美香さんもこの作品世界観を再現したい、どこまで本当に近づけるかっていう、そういうもう勝負をやってってるんで、まあ、だからこうご期待ですよ。見ててください。もう悔いのないものは撮れてます。楽しみにしててください。すいません、ちょっと過激な質問本当に申し訳ない、もう社長としてお詫びしますので、ね、本当にすいません。今一番本当に笑顔で今日迎えられてすごく嬉しいです。本当に今日はありがとうございますだからみんな何でも聞いて書いてください
ニナは海ならではの、撮影現場での楽しいエピソード、あるいは辛いエピソードなどありましたでしょうか。カットがかかった時に監督にうっとりですって言われるようにこれからも頑張ろうと思いました。でも手のアップロード、ね、こう言ってますけど結構連発させてますからね。私も結構いろんな濡れ場のシーンとかやらせていただいてますけど、沢尻さんはすごい度胸があって、私はテストでは脱がないのになって、めんどくさいなと思っちゃって、まだ期待するのがラテン系なんだよね。あ、いや、半分本当にラテンなんで、ね、まあでもそのね、見せてるバージョンと見せてないバージョン2パターン撮ってるのも気の毒だな。今一番本当に笑顔で今日迎えられてすごく嬉しいです。本当に今日はありがとうございます。だからみんな何でも聞いて帰ってください。ニナは海ならではの、撮影現場での楽しいエピソード、あるいは辛いエピソードなどありましたでしょうか。カットがかかった時に監督にうっとりですって言われるようにこれからも頑張ろうと思いました。でも手のアップロード、僕結構、ね、こう言ってますけど結構連発させてますからね。私も結構いろんな濡れ場のシーンとかやらせていただいてますけど、沢尻さんはすごい度胸があって、私はテストでは脱がないのになって、めんどくさいなと思っちゃって、まだ期待するのがラテン系なんだよね。あ、いや、半分本当にラテンなんで、ね、まあでもそのね、見せてるバージョンと見せてないバージョン2パターン撮ってるのも気の毒だなと思ってるんだけど、なんか大人の事情で面倒くさい話に R 指定とか、なんか、ね、まあ、そこら辺にプロデューサーいるけど、なんか面倒くさい話があってなんか見せ OK とか、なんかそのもうちょっと隠してみたいな、そう、ね、大人の事情だからこっちじゃないんだけどね、監督でも、うん、まあ罵声浴びせられ、こう濡れ場をしたわけですよね。で2回目サージーさんと会ったら、次はものすごく優しくこう僕はこうなんていうんですか、リードされるわけですよ。でまた濡れ場なんですけど、もうなんか戸惑っちゃいますよね、いろんなことが。もう私はすごいこんな豪華なキャストの皆さんの中でやることにすごく緊張してしまって、結構いつも固まっちゃってたんですけど、今度実は映画撮るんだけど、新井君にぴったしの役があるからぜひって言われて台本読んだら芸の役だったんで、やっぱちょっと他の人と感性が違うんだなってすごいその時思いました。はい、蜷川さんってこう監督でもあるんだけど、本当に蜷川美香さんとして人間としてこう距離感を取ってくださるので、なんか素敵だなと思って現場にいます。今日で終わるのが残念だなと思いながら、まあ、映画のプロデューサーですから、まあ、深い関係に、はい、ですね、誰かモデルはいるんですか。自分ですか、はい、モデルですか。いないですよ、なんか思い切ってやってくださいって言われましてね、どこまで思い切ってやればいいんだろう、そういっちゃってくださいとか、もう言っちゃってくださいという、わしわしって言ってくださいとかいろいろ言いました、ちょっとやりすぎちゃってね全然です、頭バンバンぶつけてましたけどバッチリでした。今日なんか隣のスタジオで踊る大捜査線やってましたけども、もう比べ物にならないぐらい素晴らしい現場だったんで本当に皆さんも楽しみにしてください。リリコももうリリコでずっといてくれるんで、私はすこぶるやりよく、そして緩むことがないので、やっぱりエステはあそこのとかがいいわよねみたいな話を現場で飛び交ってないので、私はすこぶる気に入った現場です。いいやつですよ本当、そろそろ分かってあげて原作ではかなり過激なところもあったんですけど、この映画ではどういうふうに表現されてますか。まずこの原作をやるで、リリコってどういう子だろうって考えていったらば、服を着てる方が不自然であるシーンもたくさんあるので、そんな過激云々っていうこと、まあ、作品がもうそもそも過激じゃないですか、うん、もうそれをやる時点でもうそれはもう
私も美香さんも腹くくって分かってることなんで、その質問自体おかしいですよ。出た。そうだし、私はリリコ本当に原作に本当にリスペクトがあります。でこの役に本当にすごくリスペクトがあるし、それを私も美香さんもこの作品世界観を再現したい、どこまで本当に近づけるかっていう、そういうもう勝負をやってってるんで、まあ、だから乞うご期待ですよ。見ててください。もう悔いのないものは撮れてます。楽しみにしててください。すいません、ちょっと過激な質問本当に申し訳ない。もう社長としてお詫びしますので、ね、本当にすいません。皆さんの中でやることにすごく緊張してしまって結構いつも固まっちゃってたんですけど、今度実は映画撮るんだけど新井くんにぴったしの役があるからぜひって言われて台本読んだらゲイの役だったんで、やっぱちょっと他の人と感性が違うんだなってすごいその時思いました。はい、蜷川さんってこう監督でもあるんだけど、本当に蜷川美香さんとして人間としてこう距離感を取ってくださるので、なんか素敵だなと思って現場にいます。今日で終わるのが残念だなと思いながら、はい、まあ、映画のプロデューサーですから、まあ、深い関係に、はい、そうですね。誰かモデルはいるんですか。自分ですか、はい、モデルですか。いないですよ、なんか思い切ってやってくださいって言われましたね、どこまで思い切ってやればいいんだろうみたいな、そういう言っちゃってくださいとか、言っちゃってくださいという、わしわしって言ってくださいとかいろいろ言いました、ちょっとやりすぎちゃってね全然です。頭バンバンぶつけてましたけどバッチリでした。今日なんか隣のスタジオで踊る大捜査線やってましたけども、もう比べ物にならないぐらい素晴らしい現場だったんで本当に皆さんも楽しみにしてください。リリコももうリリコでずっといてくれるんで、私はすこぶるやりよく、そして緩むことがないので、やっぱりエステはあそこのとかがいいわよねみたいな話を現場で飛び交ってないので、私はすこぶる気に入った現場です。いいやつですよ本当、そろそろ分かってあげて原作ではかなり過激なところもあったんですけど、この映画ではどういうふうに表現されてますか。まずこの原作をやるで、リリコってどういう子だろうって考えていったらば、服を着てる方が不自然であるシーンもたくさんあるので、そんな過激云々っていうこと、まあ、作品がもうそもそも過激じゃないですか、うん、もうそれをやる時点でもうそれはもう私も美香さんも腹くくって分かってることなんで、その質問自体おかしいですよ出た。そうだし、私はリリコ本当に原作に本当にリスペクトがあります。でこの役に本当にすごくリスペクトがあるし、それを私も美香さんもこの作品世界観を再現したい、どこまで本当に近づけるかっていう、そういうもう勝負をやってってるんで、まあ、だから乞うご期待ですよ。見ててください。もう悔いのないものは撮れてます。楽しみにしててください。すいません、ちょっと過激な質問本当に申し訳ない。もう社長としてお詫びしますので、ね、本当にすいません。大人の事情で面倒くさい話にあるしてとか、なんかそこら辺にプロデューサーいるけど、なんか面倒くさい話があってなんかミサオッケーとか、なんかそのもうちょっと隠してみたいな、そう、ね、大人の事情だからこっちじゃないんだけどね監督でも、まあ、罵声浴びせられこう濡れ場をしたわけですよね。で2回目サージーさんと会ったら次はものすごく優しくこう僕はこうなんていうんですかリードされるわけですよ。でまた濡れ場なんですけど、もうなんか戸惑っちゃいますよね、いろんなことが。もう私はすごいこんな豪華なキャストの皆さんの中でやることにすごく緊張してしまって結構いつも固まっちゃってたんですけど、今度実は映画撮るんだけど新井くんにぴったしの役があるからぜひって言われて台本読んだらゲイの役だったんで、やっぱちょっと他の人と感性が違うんだなってすごいその時思いました。はい、蜷川さんってこう監督でもあるんだけど、本当に蜷川美香さんとして人間としてこう距離感を取ってくださるので、なんか素敵だなと思って現場にいます。今日で終わるのが残念だなと思いながら、はい、
まあ、映画のプロデューサーですから、まあ、深い関係に、はい、誰かモデルはいるんですか。自分ですか、はい、モデルですか。いないですよ、なんか思い切ってやってくださいって言われましたね、どこまで思い切ってやればいいんだろうみたいな、そういう言っちゃってくださいとか言っちゃってくださいというワシャワシャって言ってくださいとかいろいろ言いました、ちょっとやりすぎちゃってね全然です。頭バンバンぶつけてましたけどバッチリでした。あの今日なんか隣のスタジオで踊る大捜査線やってましたけどももう比べ物にならないぐらい素晴らしい現場だったんで本当に皆さんも楽しみにしてください。あのリリコももうリリコでずっといてくれるんで私はあのすこぶるあのやりよくそしてあの緩むことがないのであのやっぱりあのエステはあそこのとかがいいわよねみたいな話を現場で飛び交ってないので私はすこぶる気に入った現場です。いいやつですよ本当そろそろ分かってあげて原作ではかなり過激なところもあったんですけどあのこの映画ではどういうふうに表現されてますか。まずこの原作をやるでリリコってどういう子だろうって考えていったらばあの服を着てる方があの不自然であるシーンもたくさんあるのでそんな過激云々っていうこと、まあ、作品がもうそもそも過激じゃないですか、うん、もうそれをやる時点でもうそれはもう私も美香さんも腹くくって分かっていることなんでその質問自体おかしいですよ出た。そうだし私はリリコ本当に原作に本当にリスペクトがあります。でこの役に本当なんだよね。あいやあの半分本当にラテンなんで、ね、まあでもそのね見せてるバージョンと見せてないバージョン2パターン撮ってるのも気の毒だな。今一番本当に笑顔で今日迎えられてすごく嬉しいです。本当に今日はありがとうございますだからみんな何でも聞いて帰ってください。蜷川組ならではの、撮影現場での楽しいエピソード、あるいは辛いエピソードなどありましたでしょうか。カットがかかった時に監督にうっとりですって言われるようにこれからも頑張ろうと思いました。いや言いましたよ、ね、でも手のアップを、ね、あのこう言ってますけど結構連発させてますから、ね、私も結構いろんなあの濡れ場のシーンとかやらせていただいてますけど沢尻さんはすごい度胸があって私はテストでは脱がないのになってめんどくさいなと思っちゃってまだ期待するのがラテン系なんだよね。あいやあの半分本当にラテンなんで、ね、まあでもそのね見せてるバージョンと見せてないバージョン2パターン撮ってるのも気の毒だなと思ってるんだけどなんか大人の事情で面倒くさい話に R 指定とかなんか、ねうん、そこら辺にプロデューサーいるけどなんか面倒くさい話があってなんか見せ OK とかなんかそのもうちょっと隠してみたいなそう、ね、大人の事情だからこっちじゃないんだけどね監督でも、うんまあ、罵声浴びせられこう濡れ場をしたわけですよね、うんで2回目サージーさんと会ったら次はものすごく優しくこう僕はこうなんていうんですかリードされるわけですよ。でまた濡れ場なんですけどもうなんか戸惑っちゃいますよねいろんなことが。もう私はすごいこんな豪華なキャストの皆さんの中でやることにすごく緊張してしまって結構いつも固まっちゃってたんですけど今度あの実は映画撮るんだけど新井くんにぴったしの役があるからぜひって言われて台本読んだらゲイの役だったんでやっぱちょっと他の人と感性が違うんだなってすごいその時思いました、はい、蜷川さんってこう監督でもあるんだけど本当に蜷川美香さんとして人間としてこう距離感を取ってくださるので、はあ、なんか素敵だなと思って現場にいます。今日で終わるのが残念だなと思いながら。まあ、映画のプロデューサーですから、まあ、深い関係に、はいですね誰かモデルはいるんですか。自分ですか、はい、モデルですか。いないですよ、なんか思い切ってやってくださいって言われましたね、どこまで思い切ってやればいいんだろう。